今日はスシローに来ました。サーモンですね。ガリにわさび。いただきます。ウニが食べたかったんですけど、ウニはもうないですね。風邪をひきまして、今熱は8度5分ぐらいあります。だけど飲んでますだけど、やっぱ体調が悪いから脂っこいものは控えようと思って。酒を控えるっていう話だけど、そろそろ涼しくなってきたから、おでんとかもいいですね。やっぱ風邪にはあったかいものが合います。なんで風邪ひいたのかな。昨日病院に行ったんですけど、その時に急患みたいな風邪ひいた人が来たんですけど、それがうつったかもしれません。それかうちの社長の風邪か。はい、これです。醤油もつけなくていいですね。いただきます。大トロです。それがないのも、あの以前の問題があってから大変ですね。
きます。アナゴですね。違う、ウナギだ。ウナギでした。サーモン。風邪ひいてるってことでこれぐらいにとどめておきます。酒山殿のものかな。最後のデザートです。カフェ、風邪ひいてるのによく食うわ。